北海道利尻郡の一利尻郡は、北海道総屋総合振興局の郡、人口4317人、面積1 8 2 1 2トル、人口密度23.7人平方メートル、以下の2兆を含む。1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記2兆のまま変更されていない。利尻は元、 リーシリと読んだ。江戸時代のリシリ軍域は、西江戸地に属し、正木藩によって、リーシリ場所が開かれていた。江戸時代中期の享保年間北見富士神社が創建されている。江戸時代後期になると、文化4年にはロシアによるリシリ島襲撃事件が発生し、船が焼け払われ、島民が拉致されるなどの被害が出ている。南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、 文化四年利尻郡軍域は天領とされこの時は藩士ら252名を派遣し、藍津藩が警護を行った。文政四年には一旦正木藩領に服したものの安政二年再び天領となり、今度は秋田藩が警護を行い、同六年の六半分領後は秋田藩領となっていた。戊辰戦争終結直後の1869年8月15日、 大法律領の国軍里政を踏襲して、利尻軍が置かれた。北海道1.29町村聖子工事の利尻軍の町村。ありがとうございます。